今日はアダックセブンさんに来ていただきました。お疲れ様でした。 ありがとうございます。はい、最初にちょっとご紹介しておきたいのが、45回転のレコードを33回転でかけてこうミックスするスクリューっていうスタイルで今日 DJ してもらいました。はい、やりました。イエイイエイ。確かにすごい良かったです。ありがとうございます。はい、やっぱりもうスクリュー独特のダビーなグルーヴ、はい、ああはい、ちょっと言ってて今恥ずかしかったですね。もう共感できるんで、ですよね、はい、もうズンズンこう言ってくる感じのね、はい、だから今日のあの配信なんですけれども、もしこれ Fire TV とか Apple TV のテレビで見てる人がいて、なんか音変だなと思ったら、しっかりとヘッドホンで良いサウンドシステムで聞いてください、はい、あ、ぜひぜひよろしくお願いします。そうすると、はい、あの今回のこのスクリューのあの良さがしっかり伝わるんじゃないかなと、はい、はい、思ってます。ぜひ聞いてください。今日はあの初めてフカトロニック TV スタジオでしたが、はい、ありがとうございます。あの楽しかったですか。はい、あ、 ありがとうございます。またね、回を見て遊びに来ていただければと。はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。普段はカセットもやりますので、DJ やります、ね、はい、お、素晴らしい。カセットテープを使って DJ。 そうですね、はい、カセットテープ、まあでもあの結構エキスペリメンタルって言って、うん、さっきみたいなビートなしの、うん、ビートがないやつで、はい、音をこう重ねていくようなスタイルでやるときは、結構そのアナログの他にテープもちょっとつないでやったりしてますね。あ、はい、面白いですね。はい、はい、なんかぜひそういうセットもね、あの聞いてみたいですね。はい、今後ジャックセブンさんの聞きに行くにはどうしたらいいですか。12月に関しては表参道にあるベントで、うん、テクノのパーティーで出演しますので、うん、まあ、その時はあのもう一人相方で B2B のユニットを組んでるんですけど、それで出ますので、ぜひ聞いていただけると。お、はい、素晴らしい。嬉しいです。なんていうユニットですか。あ、エナンチオモーフスっていう名前で、はい、あのまあ、意味は左右対称みたいな形の意味なんですけど、なるほどなるほど。一緒にあのドローン屋敷というパーティーをやっているデブ君と一緒にやってるユニットです。はい、あ、素晴らしいです、ね。デブ君はね、今度ね、あのまたプカトロニック TV で見れると思いますので、そちらの方もぜひ楽しみにしていただいて、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ではじゃあリアルの、ね、はい、アダックセブン君をぜひみんな見に行きましょう。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。